しかも魔物のことを相棒って呼んでるってことは、魔物使いって人と魔物が対等な関係だったってこと？まあ、確かに今のドラクエ10における魔物使いてか、まあドラクエにおける魔物使いは、まあ、確かにそうだよね。じゃあ、あれって?ユシさん、この奥にある大きな石碑を見てもらいたいの。来て。これはなんかあるんじゃないの？まあ、ただここにあるお墓は多分、みんなが記憶を失う前に建てられたものっていうのは間違いなさそうだけど。ユシさん、見てみて。なんだこれは。ずっと気になっていたんだけど、これって人間と魔物よね？ねえ、ここ、なんて書いてあるの？ああ、でもよく考えたら、そっか。今さ、めちゃめちゃ魔物に厳しい世界になってるけどさ、もともと人間と魔物が共存していたなんか街みたいな感じだったんだとしたら、確かになんかおかしいよね。王様なんでそんな感じにしちゃったんだろうみたいな。ユシスはレリーフの下に刻まれてる文字を読んだ。偉大なる魔物使いの肖像。いかなる凶悪な魔物でも受け入れ許す心がなければ、真の魔物使いにはなれない。やっぱり、こんな風に魔物を従えている人を魔物使いって言うのね。ねえ、ユシさん、見て。この魔物使いと隣の魔物、お揃いの腕輪をつけてるでしょ？私、なんとなくだけど、過去をなくす前の自分は魔物使いだったんじゃないかなって思うんだ。みんな魔物使いだったみたいな感じかな。あのね、前に格闘場の檻から左目に十字の傷のあるキラーパンサーが逃げ出すっていう事件があったの。はあ。キラーパンサーこれ。キラーパンサーなんか、ホワイトタイガーみたいな。私、そのキラーパンサーに襲われかけたんだ。急に目の前に現れて、その大きな牙を見たとき、私の人生ここで終わりかって思ったわ。でも、私と目が合うと急におとなしくなって、そのまま町から出て行っちゃったんだ。その時気づいたの。私がしているこの腕輪と全く同じものを、そのキラーパンサーもつけていたことに。おー、もう完全にそうじゃん。完全にそれじゃん。あの肖像にあったやつ。私、もう一度、あの子に会ってみたい。そうすれば、なくした過去を取り戻せるような気がするの。ねえ、ユシさん、一緒にあのキラーパンサーを探すの手伝ってもらえないかな。町の人が、ジャイラ密林で十字傷のあるキラーパンサーを見たって言ってたの、きっとあの子よ。ジャイラ密林、ああ、はいはい、ディフェル荒野をずっと西に行ったところにある。じゃあ、私は先に行って、密林の入り口あたりで待ってるね。え？まだ僕、行くなんて言ってないんですけど、なんか勝手に、まあいいけど。なんだ？あれ、あんなところにもお墓があったんだ。あ、こんなことしてる場合じゃなかった。急がなきゃ。いや、見ていっていいって絶対。まあ、僕が見るんですけどね。あなたが見ないと言うんだったら、僕が勝手に見させていただきますけども。さあなんだ？気になるね。王様のなんか、相棒みたいな感じの可能性が僕は高いと踏んでいるけど。墓石に刻まれた文字を読んだ。最後まで、勇敢に戦った、我が教え子たちよ。どうか安らかに眠りたまえ。教え子？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 魔物使い、ドロテオの相棒、サーラ。ここに眠る。これは？大部分が欠けている。モンスター格闘大会チャンピオン、ミッキーの墓。なんかモンスター格闘大会のチャンピオンみんな死んでない？え、じゃあ第1回。これ第1回もしかして。大部分欠けているか。怪力巨人、ギーガ。なんかモンスターハンターの二つ名みたいな。怪力巨人、ギーガみたいな感じで。失踪、なんだっけ、疾風の鳴るが来るがみたいな、なんかそんな感じだよね。みたいな感じでさ、二つのモンスターみたいな感じになっちゃってるけど。さ、ディフェル荒野ってことで、ここから今から行くところは、どこ行くんだ？今からこのジャイラ密林ってところに向かうんだけど、出た、これピラミッドね。これは覚えてるよ。ピラミッドに行くことによって、なんかダンジョンみたいな感じになってて、ま、確か、このピラミッドで宝石みたいなのを手に入れるとアクセサリーに変えることができるみたいな感じだったと思うんだけど、ま、ただ今やる必要性そんなないからとりあえずストーリー進めようかな。いやー、このズルね。このディフェル荒野一回行ったから、ディフェル荒野のルーラストーン、ルーラ地点だったらどこにでもこのバシッコルーラーに飛べるっていうこのズル。いや、これズルいよな。
これだって今さ、ほらもうこのジャイラ密林前まで来ちゃったんだけど、さっきもう30秒くらい前まで荒萩色地方のあの入り口くらいまでいたのに一気にここまで来るというチートルーラ。そして、これはまたあれだな、前回と同じく試練の門のやつなんじゃないか？扉強大な魔力に包まれて進みましょう。まあ、ただね、そんな強くないんじゃないか？確か試練の門の敵って、まあ後半は強かったけど、前半の方は別にそんな強くなかったイメージがある。さあ、試練の門、2体目行こうか。さあ、今回はどんな敵か？あ、来た！密林の守り人と密林の狩人。密林守ってるね。ジャイラ密林を守ってるのかな？さあ、ってことで、ここはまたやっちゃおうかな。どれがいいかな？とりあえずドメディ撃っとけばなんとかなるみたいなところあるし、ドメディだったら炎系の確か魔法使ってたからメラとか効くんじゃないかな。ねえ、だって密林の守り人両方ともなんか葉っぱっぽいし、葉っぱっぽいとかこの抽象的なやつだけど、で魔法がねちょっとそんないいのがないから微妙なんだけど、ただあこれさ、暴走魔法陣をドメディのところに撃てば、ドメディが暴走魔法陣の効果でこの暴走しやすくなるという、この逆にねありなんじゃないかなというやり方。そしてマットはどうしようかな。まあ、とりあえずメイド風あたり使ってればまあなんとかなるんじゃないかなという安直な考え。さあどうだ、220に悪くない。そしてこっちはもうやられそう。オッケー、1800強すぎる。これで、周囲だとちょっと弱い気がするから、まあ、安定で火柱、火柱もやっぱり炎だからね強いんじゃないか。火柱、おお、まあ269悪くないね。そしてもう一発火柱与えて、さあそろそろ倒せるんじゃないか。270からどんどん攻撃して、オッケー。いや強すぎる、仲間たちが強いし僕も強い。いやー、やっぱね最近ちゃんと天地雷鳴士になったことで戦えるようになった、この喜びがあるね。今まで盗賊だったから本当になんも、なんだったらレベル僕より、今の僕よりレベル10くらい高かったはずなのに、今より火力が100とか200くらい少ないっていう、もうクソ族ブロッコリーだったんだよね。さあ、ジャイラ密林で、ここから今から、大樹の根元ってところに行くらしいんだけど、早速イベント。おー、これもまたなんかあれかな、レンダーシアがうんぬんかんぬんみたいな感じの影響でなっちゃったのかな。ユシさん来てくれたんだね、ありがとう。なんかねこう建物を崩れたりしてるもんね。この辺りに出る魔物すごく強いらしいの、まだ一度も探検したことなかったから一人じゃ心細いなって思ってたんだ。いい？ユーシーさん、探しているのは左目に十字の傷があるキラーパンサーだよ。キラーパンサーは警戒心が強いんだって。だからきっと密林の奥深くに潜んでいるんじゃないかな。じゃ行こっか。さあ、ただそのキラーパンサーがまず無事なのかどうかもわかんないけどね。でここさ、これ多分さ、僕妖精図書館先にやってたらよりわかりやすかったと思うんだけど、妖精図書館で行ける場所が確かこのジャイラ密林のあそこの今僕が向いてる方向にあるあのダンジョンみたいな、なんか遺跡みたいなやつあるじゃん。あそこになんか行くストーリーだった気がするんだよね。だから、それでなんか図書館やってたら、あそこじゃんみたいな感じになる予定だったんだけど、僕はそれをやるのを完全に忘れてここまで来ちゃったから、なんかその感動があんまりないんだけど、確かそうだった気がするんだよね。あんま覚えてないんだけど、確かそうだった気がするから、ちょっと今度妖精図書館もやりたいなと思ってるんだけど、さあ、到着、大樹の根元ってことで、ただなんか、体重の根元感ないな。確かに根っことかいっぱいあるけど、体重の根元って言われたらなんかまた違う感じがするけど。さ、キラーパンサーはいるの？おーっと、いるね。言ったそばからして、どう見ても、ホワイトタイガー。キラーパンサー色違いだ、捕まえなきゃ。ポケモンゲットだぜ。ユシさん待って。あ、ほんとだ、同じではないか。いや、同じだな。同じリングつけてんね。大丈夫、あの子は襲ってきたりしない。私が説得してみせるから。いかなる凶悪な魔物でも受け入れ、許す心がなければ、真の魔物使いにはなれない。ネルゲルも仲間にできるかな。ネルゲル、その理論だったら仲間にできちゃうけど。ほら、私だよ。覚えてない？ほら、よく見て。大丈夫。怖くないよ。お？その最後のルは気を許したルなんじゃないか？おー、すごく礼儀正しい。よしよし、いい子ね。もうベビーパンサー。もうこの笑顔はベビーパンサーの笑顔よ。かわいい笑顔してんな。あ、そうそうそう、これね、同じのつけてんなって。ユーシスさん、見て。ほら、
同じ腕輪でしょ。やっぱりこの子は私の相棒だったのよ。ねえ、そうでしょ。あなたと私、相棒だったんだよね。お、そうだって言ってる。そうだよって。でも、あなたの名前までは思い出せないや。ごめんね。だからもう一度、名前つけてあげる。チョメ。うん、今日からあなたはチョメよ。いい？チョメ。お、ちょっと違うけど、まあ、いっか。違う、これではでも、同じだったらすごいよね。でも違ったらちょっと、まあ、空気読んでガルって言っとくか、みたいな、思ってんだろうな、チョメは。えへへ。ねえ、ユシさん。確かに魔物は、私たち人間を襲う敵かもしれないけど、中にはこんな風に心を通わせられる優しい子もいるんだよね。格闘場にいる魔物たちだって、きっと。でも魔物って難しいよな。だって魔物は確かにネルゲルみたいな悪いやつもいるけど、ね、なんか、僕は悪いスライムじゃないよみたいな言うスライムもいるくらいだしね。そうだ、魔物使いの存在をみんなに教えれば、魔物と人間も心を通わせられるって分かってもらえるかも。チョメ、怖いかもしれないけど、私と一緒にアラハギーロに来てくれる？大丈夫、チョメやられたりしない？よし、ユシさんも一緒にアラハギーロへ帰ろう。まあ、僕がいるか大丈夫か。僕が、チョメに何か手出しをしようとしたもう僕の天地雷鳴士と、もう、呼んじゃうよ。ドメディ。ドメディ呼んじゃうからね。ドメディ呼んじゃうから。あ、ただここは別になんかありそうだけどね。すごいありそうなマップだけど、特になんかあるわけではないのかな。まあ、なんもないんだったらとりあえず帰るか。あ、でもアラハギーロさ、アラハギーロチョメと一緒に帰ってきた、もう魔物だーってなってみんな逃げて、なんだったらなんか攻撃してきても おかしくないけどね。ユシさん、お待たせ。大丈夫かな？だって住民、普通にあれいなくね？チョメなら、あ、よかった。この近くで待っててもらってるよ。いきなり連れてきたら街のみんなびっくりしちゃうもんね。まあ、でもそれはそれ、おい、消えたか。それはそれで逆になんか、いない間にボコボコにされるみたいな。もうすぐモンスター格闘場ですんげえイベントが開催されるんだってよ。なんつったっけ？サブイボデスマ、デブマッチョ？なんだそれ。サブイボデブマッチョ気持ち悪い。サバイバルデスマッチ全然違うな。全然違う。サバイバルデスマッチ？もうみんな知ってるわよ。格闘場にいる魔物たちを最後の一匹になるまで戦わせるなんてさすがベルモド様ね。怖っ。まあ、あ、そっか、サバイバルデスマッチってそういうことか。まあ、物どもがぶっ倒れるまで戦い抜く。くぅ、考えでだけゾクゾクするぜ。こいつは今までの超なんか名じゃねえぞ。ユシさん、今の話聞いた？ひどすぎるよ。死ぬまで魔物たちを戦わせようだなんて。そんなバカなイベント、どうにかして中止させなきゃ。そうだ、いいこと思いついた。ユーシスさんがいれば、魔物たちを助けてあげられるかもしれない。わーた、僕ですか？なんすか？無理なんだよ、言わないで。格闘場の魔物って、そうだよね。なんか格闘場になんかアラハギーロ地方から入れる道があったから、まあなんかあるんだろうなと思ったけど、アラハギーロの東側にある魔物専用の通用口を通って、地下の檻に入れられてるの。とりあえず、通用口まで来てくれる？詳しい話はそこでするから。街の中からは魔物専用の通用口へ行けないよ。一度外へ出て、城壁を東側に回ってみて。それじゃあお願いね。なるほど。行けるな。それだったら確かに魔物を、まあ、逃げさせるみたいなことでしょ。言っちゃえば。さあ、てことで到着。サクサク進んでんね。ユシさん、お待たせ。チョメも連れてきたよ。チョメ、あ、そっか。まあでも、チョメここに連れてくるの逆になんか危なくないか？それじゃあいい？格闘場に捕まっている魔物たちを助けるために、私が考えた作戦を説明するね。この先に、格闘場の地下へ降りる階段があるわ。その階段を降りて、すぐ右の部屋に魔物たちを入れる檻がいくつもあるの。あれ？初めて行く場所なのに、なんで私そんなことまで知ってるんだろう。まあ、いっか。お、記憶がちょっと若干戻りつつあるんじゃないの？でね、その地下へ降りる階段の前に、見張りの兵士さんがいるのよ。そこで、え？まさかお前、僕に人殺しをしろっていうのか。その兵士さんに、チョメを見せてキラー、ああ、そっちでよかった。安全、安心と安全だったらよかった。さすがにそんな物騒なことさせなかった。キラーパンサーを捕まえてきたって言えば、地下の檻まで通してくれるはずよ。
私は王様に目をつけられているから、兵士さんたちにも顔は知られているだろうけど、あなたが交渉してくれればきっと大丈夫。檻の前まで来たら、あとは私に任せて、華麗に捕まっている魔物たちを逃がしてみせるわ。それまで私とチメはあなたの後ろにひっそりと、また出たこの僕の後ろにひっそりとついていくパターンだけど、それ絶対バレるって。じゃあお願い妖怪です。まあ、とりあえずそうだね、兵士のところまで行って捕まえてきましたって言って、その後でもどうやってみんな解放した後はもうみんなで突撃するってこと突撃って兵士たちも目にくれずこの入り口まで突撃していくってことじゃないとね、結局兵士がいるところ通るわけだから、まあ、そうなるのかな。あ、出た、ここだよね、さっきのあの今左下に見えたけど、あの外から見えたマップ。お、誰だお前。こんにちは、モンスター連れてきました。そんな危ないって、槍をそんなただの旅人に向けないでください。ん、そのキラーパンサーはなんだ。キラーパンサー捕まえてきたんで1000万円ください。何、逃げてたキラーパンサーを捕獲した。おお、でかしたぞ。よし、俺が檻まで案内してやる、ついてこい。了解です。おお、めちゃめちゃ厳重だね。さあ、でもこっからどう。言えて、かわいい奥さん。あ、かわいそう、リディパッド。リディパッドすごい不安そうな顔してるもん。かわいそうだよ。リディパッドはだってもうね、そんな強くないんだもん。さ、そいつをここにぶち込め。今よ、チョメ。ぐるるる。おーおーおー。僕は悪くないからね。ひー。僕は悪くないからね。ああ。僕全然、何もしない。おーおーおー。殺人事件だ。気絶しているだけかな。ちょっと鍵借りるね。僕は何もやってないからね。お、ドラキ。いやもうドラキとかだってもう使い物にならんで、この格闘場において。今逃がしてあげるからね。絶対負けちゃうの最初に。これだ。かわいそうに。オークとかだったらまだわかるけど、暴れこんな前のもまあまだわかる。もうここにいなくていいんだよ、一緒に逃げよう。家手でかいな。いやもうこれ本当に大丈夫？さっきだって門の前にもう一人いたけど、セラフィア次々と鍵を開けて魔物たちを逃がしていった。おお、リディパッドさん貫禄ありますね。この子で最後ね。ちょめ、この子たちを外まで先導してあげて。さあ、こっからでも、ガル！門に兵士いたけど大丈夫？こいつらだけで。家手でかいな。すまないみんな。誰？今のは何？私、前にもこの場所に来たことがある。あの時、戦争に行く時だ。